龍馬龍馬電気工、鹿児島に来ました。ここはあの龍馬お龍と薩摩で一休みという場所なんですが、大黒町のところの伊豆路通りのところですね。あのすぐそばに有名な百貨店の山形屋が見えますけど、まあ、旅姿の龍馬っていうのはなかなかないかもしれませんよね。坂本龍馬妻って書いてあるね。まああのお龍のお龍さんですね。左がねちっちゃいですよね。まあ、龍馬はあの結構背が大きい人でしたから、当時としてもかなり大柄な人で、これはどう見ても160ぐらいしかなくて、お龍さんも150ぐらいしかないという感じですね。でこちらに書いてあると思うんですが、一休みと。結局あの龍馬もですね、誰を頼って、西郷隆盛を頼ってきたわけですよ。まあ、具体的には小松立役の、紹介というか屋敷関係にいたらしいんですけどもね。まあ、その跡地もちょっと今日行こうかなと。で小松邸のところにいてですね、その霧島のいわゆる新婚旅行、まあ、これ自体が全部新婚旅行なんでしょうけど、その温泉に行きましたけど、小松邸から行ったんですよね。いきなりあの温泉地を訪ねたというわけではなくて、まあ寺田事件の後ですから負傷を癒すというところと、まあ、本人はまあ新婚旅行と言ってたかどうかは知りませんけど、まああのね、山に登ってしまったと。すごいことをしてますからね。等身大説じゃありません。それはそうですね。坂本龍馬お龍って書いてありますね。あの国籍語で書いてありますけど、まあ、観光の方がね結構いらっしゃるんで、まあ、これはよく見る龍馬像ですね。龍馬像というか写真ですよね。でお龍さんの方もこれも若い頃の写真ですよね。晩年の写真ではないんですよね。で場所的には今ここですね。ちょうど交差点で、ここもあの伊豆路通りって表記してる方も結構多いんですけど、伊豆路通りなんですけど、なんて言ったらいいんですかね、伊豆路交差点脇とでも言いましょうか。写真とかで出渡してる方はね、説明が足りないと全然わかんないんで、まあ、初めて来る方はね、伊豆路っていう、場所を探して来ていただいたらいいと思いますよね。伊豆路の交差点に立ってもどこだか見えない、この看板が目印ですね。結構白いんで、交差点に来れば必ず目に入るというものになります。お二人のお姿ですね。龍馬さんちょっとお疲れでしょうか。あのそういう絵柄じゃないかもしれませんけど、旅姿ってなかなかないですよね本当にね。まあ、当然刀を刺してね、家紋も入って、まあ、かなり軽い格好ですよね。まあお龍さんの方もねほとんど、まあ、荷物は持ってない感じですけど、どうでしょうね。髪も整えられて、まあ、夫婦像っていうのはなかなかね。あと新婚妃の方も、今日行きますけど、あちらにはね有名なというか像があって、まあ、温泉のところにある像と、だから鹿児島には夫婦像だけでも3体あるという感じになりますね。まあ、龍馬殿飛行として訪れてますんで、龍馬にゆかりの地を訪ねたいという方はぜひこの像を見ていただきたい。